あそんなところで、カードの浄化の仕方をしていきましょう。カードは箱から出してないですから、箱に入ってないだろうね。出さないでください。だから、まあ、あの新しいカードを買った時にカードが届いてきましたという時にカードごとをカードを箱の中に入ったままセロハンとして、カードは箱に入っているまま浄化しないと、この箱に入っての声や大声じゃないですけど、作られたところからトラックに乗って電車に乗って飛行機に乗るかどうか知りませんけど、いろんなところを通っていろんな人の手を通っていろんな波動を吸収しちゃってるので、それはカードだけじゃなくて箱ごと吸収してるから、なのでその一番最初に買った時だけですね、このカードは箱からまず出す前に箱ごとこうやって持って、できればちょっとスペース空けたいですね。こうトンって浄化した時に負のエネルギーを出すわけですから、それをそのままベタッとくっつけて自分の手に入れなくなるねっていう世界で、なのでこのまま持っていただいて、でもこれは1回でもいいですし、自分の癖がある人はこの2、3回、じゃ直感的に何回はもうちょっとやった方がいいなと思ったらそれでいいです。とにかくまず箱の上から浄化する。でこれ届いた時だけですね、毎回やらなくても OK。その後に箱から出して、今度は、電話してもらいます。電話しましたね。箱からじゃあ今度出したら、これは普段だとこれやりますけども、箱の中からもう浄化しちゃってるので OK です。で今度は自分のエネルギーとカードと同居させるために、こう1枚ずつこう時間があればのんびりとこれ見てて、これ綺麗ねとか、このメッセージ何とかって小指にやって、暇だったら家でやっていくのはいいんですけど、その時間ない時はとにかくタッチして1枚ずつでエネルギーを入れていく時点も、これだけで同調していきますから、で自分のカードになります。じゃあそれをやっていきますか。質問がもあるし、あの同じカードで今入っていて、同じのが私受けたことあるんですけれど、個人的にはそういう体験がないので、その、まあ、それを気をつけるために、もう一回この後に数えたり、同じカードが入ってないかチェックしてみてください。同じカードが入ったり、なんか足りないとか多いとかっていう場合は、まあ、多い場合はいいですけど、足りない場合は交換してもらいましょう。で、できました。で今度は1枚ずつのエネルギーを合わせたら扇形に広げる。そんなパーフェクトな扇じゃなくていいです。扇形に広げて自分のハートチャクラのところでこう当てて、これは自分の言葉でいいので、このカードを通して私が常にクリアで愛情あふれるメッセージを受け取れますようにということをお願いします。でこれ自分の仕事にしてもいいですし、展開、講次会、自体に頼んでもいいですし、自分の言葉で頼んでください。いいですか？大丈夫ですか？はい。そしたら今度は
すぐにやりましょうじゃないんです。あの英語のカードしか使ったことがないので、その全部ブックレットは読んだことないので、あのよくわからないですけど、その大天使マイケル、英語だとマイケルで、日本に訳してあるのはミカエルですね、大天使。フランス語だとミシェルになっちゃうし、ミハエルとか、まあ、いろんなマイケルの言い方があるので、私は大天使マイケルって言いますけれど、皆さんは自分で今まで使ってた言い方でいいです。まあ、大天使マイケルにを呼んでカードリーディングをする前、自分のそのカードリーディングをする場と自分を浄化してもらって、プロテクションしてもらう、守護してもらうということが大切です。で、カードからあのクリアな的確なメッセージを受け取れますようにということもお願いしています。皆さんで大天使マイケルを呼んで、自分の言葉でこの場と自分を浄化して守護してくださいということをお願いして、それから自分のリーディングをするときに、カードからクリアで的確なメッセージが受け取れるようにしてくださいということをお願いしてください。呼び終わった人から手を挙げていってください。全員大丈夫ですか？ OK ですね。で、ここで初めてリーディングを始めます。で、自分の中で質問を聞いて、自分への今日のメッセージというふうに毎日カード引いてもいいですが、それだと多分毎日皆さんしていて面白くないので、今日はペアを組んで隣の方にワンカードメッセージを出してあげてください。隣か後ろか前か、あのペアを組んで、下の名前だけでいいんです、聞くときは。まあ、時間がないので、その方が今必要なメッセージという形で聞いていって、2人2人だと足りますかね。で、今 の、 あのリーディングの中で多分いろんな質問とか疑問が出たと思いますけれど、まずリーディングをして皆さんが一番してしまうことは、ウェディングが出た。ウェディング、ウェディング、あ、ウェディングね。何ページだっけな、ウェディング。あ、ウェディング、20ページの。っていう。え、この人へのメッセージ。これ関係ないし。よくわかんないって言えないし、どうしようみたいなことに陥りやすいんですが、この文字にとらわれないでください。文字とガイドブックに書いてある説明は一つの、ガイドブックなんで、ガイド、こう案内みたいな、こうどうしてもわからない人とか初心者の人が何かこうアイディアを拾うために書いてくれているガイドブックで、そのカード一つ一つをチャネリングした時のドリーンと今このカードを持っている意味ってまた違うわけですよ。だから自分が引いた時のそのカードの意味っていうのは、今自分が受け取ったメッセージになるわけで、この字にあまりとらわれすぎるとこうなっちゃうね。だから答えの可能性はこの窓のようにこんなに広いんだけど、字とガイドブックがあるためにここしか見てなくて、あのドアしか見てないぐらい狭まっちゃうっていう。そうなると、せっかく自分がこう答えを受け取ってるのに、自分で、あ、そうか、と思わずに、わかんないし、違うし、何これもつかない、になっちゃうから、それを避けるためには、ちゃんと、ああ、これは文字や関係あるときもちろん合いますよ、すごく。あ、これもうぴったり、もうこの状況ぴったりの文字で、プラス絵、っていうこともありますが、大体が、この絵と絵だけの方が重要だったりするんです。大天使マイケルの絵が出たりすると、じゃあ今自分が何かこう手放さないといけないこととか、これは剣を持ってますけど、これは光の剣で負のエネルギーとか負のものを切ってくれるので、何かそういうものは自分の生活の中にないかとか、クライアントさんの生活の中にないかとか、そういうことを聞いてみるとか、
来店しまいけど今守られてるなこの人はとかそういうメッセージがこう浮かんでくる。でそう非常に重要なのはこう、アーケンジョマイコーが書いてた。でページを見るんじゃなく、ここの絵に集中して、これだったらきれいな自然が出てるし、持ってるガッドバックスっていうのをお願い事を書いてその中に入れとくとか、あと嫌なことがあったらその中に入れといて神に委ねて持ってったというような箱ですけど、そういうのが出た時に、あ、そういうことをこの人はするべきかもしれないし、その他にはあとは常に都会にいてもう自然のエネルギー補充しなきゃもうやっていかれないはずなのに全然そういうことをしてなくて、だから今ちょっと一日でもいいから日帰りでもいいからどこか近くの自然のあるところへ行ってくださいっていうメッセージかもしれない。日帰りじゃなくても1時間2時間行けば綺麗な森とかあるかもしれない。そういうところへ行くっていうメッセージがこの絵の中にいっぱい込められてるんですね。でこれの絵をもうガイドブックを見てしまうから絵をすごくよく見てる人っていうのはいないんですね。だから初めて、認定コースとかにいらしてブックレットは使わないんですよって聞いてそんな使わなかったらできませんとかいう顔をするんですが、でいらないんです。ちゃんと自分を信じてください。自分がやるんじゃなくて教えてくれるのはこう上の方から教えてくれるので間違いはないです。ちゃんと大手マイケルを呼んでちゃんとここのところをプロテクションしてきちっとしたメッセージを受け取れるっていうことを信じてやってる。でそれをやることによってこの絵で物事はよりはっきり見えたり、例えばこの絵が出た時に違う人にやってあげて、あこの間はなんかこの白い羽根のところがすごい目立って目に入ってきたけど今日はなんか知らないけどこの手の方のこの光が目に入るな、これは何だろう、あこの人もしかして霊気とかそういうエネルギーヒーリング、そういうのに向いてるかもしれないっていうことが出たりする。だからすごく絵が重要で、絵に出ているものとか、あとここにお花が5つあるとか、蝶々は例えば7匹いたとしたら、この7の意味は何？蝶々はどういうイメージ、どういうシンボルとかっていうやり方をこう解釈を考えていって、でカードに集中して説明をしだすとどん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 メッセージが来るっていうことが多いです。だからこうブックレットにすごい頼りっぱなしとか言葉に頼りっぱなしにしないでください。そうするとより広まっていくんですよ、受け取るメッセージ。なのでそこで今悩んでた人が何人かいましたけど、ブックレットもちろん見ちゃダメですよじゃないですよ、いつも必要があるからついてるわけで、あじゃあまずでもカードと向き合うことが大切。こと絵と向き合って何だろうってこう考えて伝えて、じゃあブックレットの不安だったらそれでもブックレットの方を見て、あこういう単語もあるこういう単語もある、あのやっぱりこの仕事ですねっていうふうに出たりするかもしれない。だからブックレットは後から確認で見るのももちろん OK です。でどうしてもブックレットやりたいって言ったらそれも OK ですよ。自分が不安な間はね。でもなるべくはこの絵と向き合ってください。それとあとジャンピングカードっていうのが出るときあるんですけれど、あカードを切るとき別に日本の皆さん手が落ちちゃうんでトランプでは切れないんですが、トランプで切ってもいいしこっちでもいいし何でもいいんです。これでもマリーナってよく動画でこれをやってます。でこれをやって上から3枚じゃなくてこう自分の直感を信じてここから1枚ここから1枚っていう形でこうリーディングをしていったりしますけど、選び方は自分で、切り方も自分で一番やりやすいことをやっていくということですが、そこに質問ありますか？あそこにジャンピングカードっていうのがありますが、ただポロッと落ちたカードじゃありません。ジャンプっていうのは飛ぶっていう意味なので、ジャンピングカードは飛んだカードでは、もうこう切っててパンと飛ぶカードって本当に出るんですね、飛ぶので。それがすごい補助的なメッセージがあって、まとめてこう切ってて、それ1枚。これこのぐらい落ちる人いるんですよ。それはジャンピングカードじゃないです。
3分の1がジャンピングカードだったら昔はすぐに好きが出ちゃうになるので、ジャンピングカードっていうのはそのただパラッと落ちたカードではないです。本当にその落ち方がポンって落ちたなら OK だけれど、あとまとまって落ちるってことはあんまりないです。だいたい1個とか2個だか切ってて1個落ちました、もう1個すごい距離飛んだいうだったら、それはザートから補助的にアドバイスという感じですね。で、そこまで質問ありますか？